皆さんこんにちは、経由解説完全版です。実装からしばらく経ったけど、育成は終わってるだろうか。それでは進めていこう。前半部分はだいたい初日のと同じかな。更新部分は主に数値関連の部分なので、基礎部分はチャプターから飛ばしてくれても問題ありません。ということで、基礎の部分。ひびは結界作って、触れた敵を凍結、さらに経由の EP 回復と1層獲得です。こちらはウェーブ戦闘ではウェーブごとに凍結判定あります。裏庭の開幕爆速の精鋭も凍結で遅らせることが可能です。PT 事象の代わりに、申し訳程度のウェーブ戦闘サポートだね。日々の結界は、このように戦闘ターゲット状態も解除できます。敵に見つかってると調べられないものがあったり、そういう時に便利そう。それでは、日々についてだけど戦闘では、先ほどの説明の通り開始時に敵に凍結付与。ウェーブ戦闘の場合は、後続のウェーブにも凍結を適用するね。また、開幕 EP 回復、さらに専用スタック作防を1層獲得。そして、通常時のスキルでも使用後、作防を1層獲得。2層獲得すると強化状態へ。基本的に経由はスキルのみ使うキャラだね。強化状態移行時に行動順 100% アップ。そして、会心率上昇や必殺技もダメージが強化されるよ。必殺技には作防を1層増やす効果があるので、基本的にはスキル、必殺技を使用して強化状態に入って戦う、というコンセプトのキャラ。強化スキルは SP を消費なしに拡散攻撃、PT 自称、攻撃力アップだね。基本的にはこれがメインウェポンになるね。蓄積した層を1個消費して、1強化スキルになります。強化状態では会心率が跳ね上がるので、必殺技は理想は強化状態で打つことになる。オートだと溜まり次第打つのでその分火力は下がります。それでは分けて解説。通常時のスキルは作防獲得用です。火力は低め、EP も20だけしか回復しないので、弱く設定されてるね。そして、作防2層溜まった後、強化状態へと移行して、スキルが強化。この状態だと、会心率上昇、必殺技のダメージアップ。さらに、攻撃時に PT 自称で仲間の最大 HP 依存で攻撃力アップ。強化状態移行時は行動順アップで、ターンを終了しない、ではないので、バフが消費されるので注意。低運とかは残り継続ターン数と、強化状態への移行のタイミングは把握しておきたいかな。ブローニャスキルはそもそも1ターンバフなのでどうしようもないけどね。一応かなり似てるけどテンプについて、書いてることはほとんど同じなんですが、テンプで重要なのは、テンプレベルを上げると、強化中の会心率、そして攻撃力アップ上限の上昇。この3つが上昇します。会心率は最大で 50% まで上がるから、少なくともテンプ級の 48% は目指したいかな。会心率が大幅アップは厳選に直結するから、正直ステータスバランスを考える上ではさっさとテンプ上げたいね。PT の最大 HP で攻撃力アップが変わるとは言いましたが、モチーフ装備の経流だと、経流以外の合計が 1500HP に到達できてれば満たせてるよ。一部メイン HP つける調和は多いだろうから、そこまで気にしなくていいけど、最大 HP の恩恵的にレベルとか高円錐レベルへの依存も上がっちゃうね。最後に必殺技。使うと1層獲得で、強化状態でも1層追加される。基本は強化状態で打ちたいけど、敵の体力が少なかったり、殴らないとやばい緊急時や瞬間的に動く必要があるときはさっさと動きたいね。基本は強化まで温存になるかな。氷音をつける場合は、自分のターンに使うことで、必殺技使用後の2ターン会心ダメージバフを、3ターンに延長できたりするね。はい、次は奇跡についてだね。公式名称だと奇跡って名称で3個ざっくりしたのが出るよね。一応振り返りみたいになっちゃうけど、1個目、強化状態の時効果抵抗 35% アップ。まさかの対象を取らない効果抵抗 35%。そして、2個目3個目はマジで復讐。通常時、非強化状態の時スキル使用後行動順アップ。3個目、強化状態の時必殺技ダメージが 20% アップ。一応スキル使用後の 10% アップは、恩恵は大きめらしいけど、体感はしづらいかも。ステータスアップは超会心ダメージ上がるのと、速度が合計9上がるのは優秀すぎるね。経由は、基本的には速度134が目安です。
基本的に速度靴つければ簡単に到達可能ですね。ブローニャ入れるときは、軽量135か136、ブローニャ134くらいが理想だね。どちらにせよ、軽量の速度よりもわずかに速度が遅いブローニャが理想。凸について、ざっくりこれくらいでしょうか。基本は1凸と間凸が強いですね。2凸から5凸までは正直大きく変わりませんが、10% 程度かどうかで大まかに丸か三角かで分けてます。基本は1凸がコスパ良い。会心ダメージ上昇と、敵単体の時に超ダメージアップ。2凸は必殺技使用後の強化スキルダメージアップ。4凸は HP 消費の攻撃力上限と換算量アップ。間凸は、強化状態で追加の作防獲得。また、作防の上限が3個から4個へ。さらに強化状態だと会心ダメージ 50% も上昇になり、破格。こちらは、裏庭の敵配置考慮の、大まかな平均値。5凸が比較的低いですが、2凸から5凸は僅差といえば僅差です。2凸するくらいなら、モチーフと1凸の方がガチャ回数のコスパとしてはいいね。そして公園水。敵は開幕精鋭とモブ2体、2ウェーブ目。精鋭2体の裏庭を想定した敵の配置でのシミュレーション結果。公園水は、上記の通りに。一応ヘルタからモチーフへは 17% くらいの上昇。1凸の恩恵の平均と同じくらいだね。アタッカーの公園水なので基本はこの順番がおすすめです。ヘルタ公園水が破格すぎるね。少しずつ実装前のファイナルベータからの一部のナーフの影響が出始めてる気がするね。ここから編成について、まずは普賢のお話。普賢は軽流を使用するかどうかで PT の生存能力に差が出ます。軽流は PT に向けて自称させるので必然的に安定度は下がりますね。もちろんだけど、敵が強くなるほど顕著に下がる。基本的に忘却の庭では一応事故率が2倍。ただ長期戦にならなければ問題ない範囲と言えるでしょう。そして、星5無凸、星4間凸、星5公園水頂上1、星4公園水頂上5。敵は開幕精鋭とモブ2体、2ウェーブ目。精鋭2体の裏庭を想定した敵の配置でのシミュレーション結果。ステータスは38回分自由割り振りです。もちろん敵は氷弱点なので、比較的銀狼の価値は低めになりやすいかな。まあ銀狼入りは口述で説明するけど量子4想定なので、影響は少なそうではある。とはいえ、1位がペラブローニャ。あとはブローニャと誰か、という感じになっているね。陣は軽流の事象でもカウンターが溜まるので、SP 消費も少なく相性がいいね。軽流の SP 消費が少なめとはいえ、アスターはダメージは伸ばしづらいという結果になってますね。星4で組むなら結局ペラテイン。ブローニャは軽流より1速度が低く、どちらも134の速度を超えるのが理想です。最後に異物について。こちらはモチーフなし、ペラ銀狼の編成。敵は氷弱点想定。量子埋め込み前提ですが、2.5% ほど量子4が高く。1個に絞るならペラ銀狼両方採用モチーフなしなら量子4。一方で、モチーフ装備ペラのみなら、敵が量子弱点持ちなら上振れ、一方その敵はまだ精鋭だと。弾しかいないね。一方でモチーフ装備で銀狼のみ。基本は量子氷のみ編成想定で、その場合は量子4の恩恵が大きめ。銀狼ペラなし、モチーフ装備だと、氷4が安定的で優勢。まとめるとこんな感じ。基本的には氷にプラスそれ以外とかでも、似たような数値になるので、基本は量子4かそれ以外、くらいでいいと思います。靴は速度の方が基本的に 4% ほど高く、縄は EP もさほど変わりませんが、EP メインがそもそも落ちないので、ビルド水準を揃えるとしたら攻撃の方がやりやすいでしょう。結論はこんな感じ。2セットは触れてませんでしたが、星々一択です。率自体は十分簡単に漏れるので、厳選の最低ラインはかなり低いです。あとは、4セット異物はサブステ優先でいいと思います。メインは、会心ダメージ、速度、氷、攻撃がおすすめです。最後に最適編成での比較。火力は軽流が最も高いです。一方で、編成全体での生存を考えると、陣、陰月、軽流の順番。2凸状態で考えると火力は陰月が一番高いです。
一応編成単位での生存力を考えると、その能力で火力がトレードされてますね。ということで一応この動画でも触れました。ということで今回は渓流の解説完全版でした。参考になった方は、高評価チャンネル登録、よろしくお願いします。終わります。ご視聴ありがとうございました。さようなら。